これな、こういうのがありながら、それとかお久しぶりです、プロモーターの人とかいろんな人からも来たりね、タレントの人とか祝電もありますが、横浜の高島理恵というものです。一般人である私がここになんでファックスしているかといえば、最近キティレコードで働いておりまして、キティレコードのファックスにワーワイドが終わるということが入ってきたのでびっくりして出した次第です。小堀さんは忘れているかもしれませんが、忘れていない。実は俺がまだワーワイド始めるずっと前の27、28の時にキャラバン2というコーナーがあって、今の水曜日のあれちゃいますよあれの元になったというね、そのこうTBS でやる番組があって、それでアメリカ取材やなんかした時に横浜の女の子が一人ファンになってくれて、 TBS にハガキをくれて、なんか何も知らないのにこんなことくれてみたいな、嬉しくって、でその子が大人になって、それで旅行会社に勤めたとかいろんなことを言いながら言ってて、それで今これになっているという、こんなことでワーワイドってつながっているんだね、すごい番組だった、俺嬉しいなと思いながら、ジョン・レノンが、雑草を食う、牛と戯れてる写真を送ってくれたのは、こいつは日清町の小島、長靴を履いた猫、こんばんは、いつも素敵な放送してくれてどうもありがとうございました、アメリカにこの間行ってサンフランシスコのハードロックカフェで、この写真を撮りました。この写真を見た時、小堀さんのことを思い出しました。ジョン・レノンが牛と戯れている、送ってしまいますけども、一つよろしくという、日清町なあ、そんなとこからも送ってくれたりいろいろしながら、俺は自分のやってきたこと、ただわがままなことを好きで勝手に言ってたのに、こんなにいい風に言ってもらっちゃ困るぜという、昔の電話のお姉さんやヤマンバとかに言われながらの荻野ひろ子やいろんな人が来てくれながら、なんかほとんどバザールのように花束や、お菓子が並んでるの見て嬉しく思います。いくね、最後まで。では最初のコーナー行ってみたいと思います。最初のコーナー、2001年宇宙の旅、輝く星座クイズ、これいきたいと思います。さて2001年輝く、2001年宇宙の旅、輝く星座クイズ最終回、このコーナーみんなに電話でクイズに答えてもらって、宇宙船ディスカバリー号が地球を出発して銀河を股にかけて再び地球に戻ってくるスペースアドベンチャーコーナー、出場者今から電話で募集する、その方法がテープサテライト、テープラジオジャイロスコープスタート。見てね、今ここで初めてこれをやってるところを見るファンもいるかもしれない。今日は正月でもないのに開けてやってからね、どこにサテライトのそのテープがあるんだ、今あそこの後ろの方に真っ赤に輝く点滅するランプ、こんなすごいものだったのかというね、すごいよ、もうガーストップ、黄色で黄色で止まりました。ヨーダの4は黄色だったのかと、あそこ見ながら今ね、いやスタート、ストップ、北斗七星の七、7番、金色が7番だった、ラッキーセブンで、そして金色で、嬉しいじゃないか、幸先がいいスタートになります。4番7番決まりまして、受付電話番号長い0520-2925、長い0520-2925、こっちに今から電話かけてもらう、電話のお姉さんが待ってます。お姉さん、はい、お姉さんも長い間ありがとう、はい、ここにですね、平成元年リスナー代表、浜田正光、電話のお姉さんお疲れ様、あ今日来てんのか、外に飽きてるんだな、電話のお姉さん方へ、右はワーワイドの電話の受付を無事終了されたことを称します、おめでとうってこと、長い間ありがとうね、お姉さんね、はい、ね、これからは普通のお姉さんになるんだな、はい、よろしくお願いします。それでは今から電話を受け付けます、ました、どうぞ、電話受け付けたら間に今日の一曲、もう聞き惚れて誰もかけてこないと、そんなことない、かかってる、今から電話、名古屋0520-2525、名古屋0520-2525、今から電話を受け付けています、この間に行きます。じゃあ今日の一曲目をこのね受け付けた間に行きます。今日の一曲目はイサム、イサムが来てんじゃない、さっきイサム、イサムデブレコもう終わったの、あれこの間見せたの、あ、終わりましたね、いやー全部終わる終わる、でイサムのあれも終わって、でイサムのね最終回が野球が食い込んで直せなかったんだけど、イサムの最後のコメントをきっちり流したからね、あどうもありがとうございます、ステラおばさんのクッキーです、ありがとう、ステラおばさんが一枚一枚心を込めて焼いたこのクッキーを、じゃあ今からみんなで食いながらね頑張ります。じゃあイサムナオコの曲いきます、イサム、じゃあ自分で紹介してください、 ありがとうございます、はい、ポロロイドの2人、よし、OK、
いい曲だね。久文ちのワンちゃんは元気かい？元気です、ね、俺たちなんか2回ラビでさ、会ってたと犬の話とかそんなことばっかりしてた。ほとんど番組の話してないって感じだったね。終わっちゃうんだけど、よろしく。はい、はい、それから2001年宇宙の旅科学生徒で遺産も駆けつけてくれて、今週はめでたく、このスペースコーナーも地球テラに戻ってきてます。本当に戻ってこれるのかどうかってみんな心配してたんだけどね、ちゃんと戻ってきながらやります。1万光年、5000光年、3000光年、1万円、5000円、3000円の格好ですから自分で選んでもらいます。1万光年、5000光年、3000光年、運命の分かれ道、2001年宇宙の旅科学生徒で始め。あああ、電話がおしゃれ。これになっちゃった。最初使いづらい使いづらい、ね、あるんだけども行きます、犬塚健美、こいつのところに行きますかね。実はガラスの向こうにたくさんの人がいてね、ねえ、いっぱいいるんですよね、うん、聞いてる人わかんない。もしもし、はい、犬塚健美、はい、あ、こんばんは。こんばんは。最終回、ラス前の、2001年宇宙の旅、海外生徒クイズね、さあ行きます。ごちそうさまでした。ありがとう、行きますよ。はい、何行こうかな。1万光年、5000光年、3000光年、どれ行こう。5000円。5000円、うん、小さく出ちゃったら最後にね。金持ってってくれよ、もう後ろ残したくないんだから。行くよ、はい、5000円は三者択、三者択ですね。3つのうちから1つ選んでもらうからね、はい、いいか。はい、行きます。では、ワーワールドが終わって10月2日からはラジオは違う番組になります、はい、これは次のうち番号で答えてください、はい、いいか。3つのうちから1つ。1番富田和音株式会社、いいか。2番富田和音有限会社、3番、富田和音男。会社作ろうと思ったけど誰も来なくて1人になっちゃったっていうね、ことですね、はい、何番。1番。おお、おめでとう。ありがとうございます。5000円送っちゃうからね、はい、なんか最後に言いたいことないですか。電話の姉さんとか小堀さん、皆さんご苦労様でした。うん、ね、今日初めて電話して、あ、初めて電話した、うん、で初めてつながって。そうか、うん、あ、これ嘘だと思ったら録音でやってるとかさ、なんかそういうね。あ、そんなことないですよ。思った。うん、電話なってびっくりした。あ、そうか、もう来週からすぐかかるからめちゃくちゃ。ね、よろしくね。はい、はい、じゃあよろしくね、はい、ありがとう。お疲れ様でした。さあもう一人いきます。人と科学制作で始め、ね、のの、うん、うん、な、うん、な、T 高校1年生、めでたい名前ですね。青の茂る、なんか青ばっかり茂るんですね。あ、もしもし、はい、あ、青の茂る、はい、これ本名、はい、めでたい名前だねえ。俺、秋葉もみじとかってなんか悲しい感じがするからさ、はい、いやだけどこれからなんか未来があっていいな。ありがとうございます。青の茂る、問題いきますよ、はい、2001年宇宙の旅科学星座クイズ、1万光年、5000光年、3000光年、どれいこう。1万光年。1万光年、1万光年はズバリで答えてもらう問題です。小堀克洋はラジオからテレビに行きます。そのテレビに行く、そのテレビのタイトルを言ってください。どうぞ。小堀克洋の時代塾、うん、おお、浸透してる。今心配そうな顔で腕組みをするなで型の報道部長。小堀克洋の時代劇とかね、小堀克洋の河合塾とか言ったらどうしようと。ピンポンが、お前喜んじゃってもう大変。1万円送っちゃうからね。はい、ありがとうございます。夕方5時からだから、まあ聞いててね、同じノリ、あ、見ててね、はい、同じノリでやっちゃうからね。はい、はい、じゃあよろしく。ありがとうございます。はい、じゃあ、これからもよろしくな。はい、はい、というわけで、めでたくこのコーナーもできました。1万光年が、何人進むか、1万光年に何人進むか、1万円が何人出たか渡ってもらう郵便箱4605シビシアジオワーワイド、この、まあ、いわゆる2001円宇宙の旅、これも最後になりました。矢沢、はい、2001円がもらえる人は誰ですか。稲沢の日江拓也くん、はい、日に栄えるっていう感じ。めでたい名前だな、ねえ、未来を暗示しているということね。じゃあこいつに1万円、あ、じゃあ2001円送っちゃうね。おめでとうございます。2001円送りました。おめでとうございました。なじゃあ送りながらこいつに2001円があったり、あとは電話メッセージがない、いつものようにありますが、いつものようにっていうのも今日限りなんだな、俺が言うのはな。名古屋0520252525、名古屋0520252525、こっちにかけてもらいます。今日の電話メッセージはこれです。こんないろいろね、いろんなことがあります。こんばんは。私は一番好きだったのは草柳新一独演会でした。もう私が聞いてるうちに放送はないでしょう。
これいつ出したんだこいつ、失礼だろ、まだ9月14日に出したはがきだよこれ。野球が伸びて草柳さんはないでしょ。草柳さんのコーナーではいつも最後に次回の放送はまた次の心だとか今度の心だと言ってます。しかし、ずさんな、ディレクターはもうそのまま後枠も流すでしょうが、もしあっても今度の心だと言いながらもう今度がないのですね。草柳さんの声を聞けて嬉しかったですっていうペンネーム、相互の隣のウォッチマン、こいつとか外が盛り上がってること、外が盛り上がって、あそこマイク立てればよかったな、終音マイク、今からでも遅くないやろうな、坪ちゃんマイク立てか、まあ、いつもながら最終回までスタジオで打ち合わせをしてる俺たちだけどな。あと草柳さんのこれはあれは一体何だったんですかねえ、もうワイドの中でこの拡張のとかこのコーナー聞きたいなっていうポップル今度あるいは人類は下北漁港いろんなやつがね来てますが、草薙さん実は電話を今してくれてるんです。草薙さん、はい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 、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは、もうアナウンス部不祥の弟子小森克弘です。いやね、ずっと今ラジオ抱いてね聞いてたの。ありがとうございます。そんなこと言うと俺また泣いちゃう、もう泣いてばっかり言いましたからね今日は。でね、末息子もね、小堀ファンでね、あら一緒に聞いてんだ今。あ、なんちゅうやつですか。でね、名前はガクっつんだけどね。ガクって、それあんまりガクの面ないんだよ。いやいや。だから今寝てた女房が起きてきた。うわ、奥さんもすいません。ありがとうございました。草薙さん。すごくあのなんか時代劇のコーナーとかね、そういろんなことやってもらって、嬉しかったです俺。そうね、ただテープ余っちゃったね、落語のテープまた使わせてもらいます。あと草薙さん、豊橋の方で落語のずっとやってたのはまだやってますか。やってる、やってる、ライブハウスみたいなの、もう10年やってるもん。呼んでください。そうだね、一回時代塾でやりませんその気になっちゃうよ本当に。俺も落語がなんかすっごい好きな人だし、草薙さんと俺との付き合いは芝浜でもあったり、ね、いろんなことであったりしましたが、そうだね、草薙さんまで電話してくれると思いませんでした。朝会にこれから出るようにしますからよろしくお願いします。あとはね、夕方会社へ出てきてね、そうだ、小堀さんの皆さん聞いてよ、この人はね、夕方会社へ出てくるでしょ、そうすると必ずアナウンス部のね、朝会の日誌をね、見るんだよ。あ、実に几帳面に見るんだ。それでアナウンス部の一日がどうだったかってことをね、わずかな文面なんだけど確かめてね、自分なりに納得してね、そしてワワイドの仕事に入るんだよね、あなたはね。知ってたんですか。そういう人なんだよ。知ってたの。知ってるさ。嬉しかったなそれは。もうね今日ね、泣かないでおこうと思ったんですけども、今日泣かないでおこうと思ったんだけど泣いちゃった。初めの調子でもう分かったよもうずっとね昨日からね、泣いてたので、今 BG に草薙さんのコーナーで流させてもらってますけどね、今日草薙さんの声のところから名人劇場として拝聴しながらね。いやだけどワワイドのグループでね、ワワイドのあえて僕グループって言わせてもらうけども、昭和一桁のね、人間って僕だけじゃないかなと思ってね。古賀さんもいたんですよ。あ、そうか。で古賀さんがおっしゃってました、あの人ユーモアのある人だから、ハゲの子が白髪の草柳と言ってな小堀と言ってね、明日小川に会ったら挨拶するよ言ってみてください、そういうけどこんな嬉しいことはないです、最高、ね、一つ頼み聞いてくれる。あ、どうぞ。あのね、セメント袋が欲しいんですか最初はえおいおい最初のコールね、はい、皆さん随分頑張ってやったことをはっきり言って、もう一つ物足りなかったな、僕ねあれやりたかったんだよ。え、なんすか。え、初めのほらキャッチコピー小堀克弘のワンワイド、そうあれ、とにかく今がパラダイス、あれあれ、これですか。それじゃあ僕が小堀克弘のワンワイドって言いますから。違うの、僕が言うんだよ。あ、そうそうそう、もう上がっちゃってるから。それで、草薙さんが小堀克弘のワンワイドって言ったら、僕がとにかく今がパラダイスって言いますから。そうそうそう、あれをねいっぺんやってみたかったんだ。そしたらそこからポンと草薙さんの声が出ますから。よし、いいですか。いいですか。いいかい。いいですか。いいよ。 OK、 いきますよ。じゃあそれじゃあ行ってみよう。タメ峠の向こうに住んでる草薙しんちゃん、どうぞ。とにかく今夜がパラダイス。とにかく今夜がパラダイス。新一独演会。